にぎわってて、ね、戻ってきたなっていう感じがありますね。熊本から今日は予算オーバーでですね4年ぶりの通常開催で朝から多くの人でにぎわう陶器市、久しぶりに訪れる人も多いでしょう。そこで有田陶器市を知り尽くした目利きの川原さんに案内してもらいました。では川原さん、まずはどこに行ったらいいですか？そうですね、まずどういう焼き物が好みなのかっていうのを自分でも多分よく分かってらっしゃる。分からないです、はい。セレクトショップって言って、いろんな窯元の商品を扱っているようなお店にまず行った方がいいと思います。こちらは陶器のセレクトショップランド。店内には青と白を基調にした伝統的なデザインから個性的なものまで50の窯元から取り寄せた商品が並びます。シンプルだけど、なんていうんですかね、形も色も可愛いなって感じがしますね。これ気になるんで、ここ行ってもいいですか？窯元行ってみましょう、はい。結構歩きましたね。どれぐらい歩きました？距離でいうと 1.5 キロぐらいかな。あ、ここありますね。これさっき見たお皿ですね。そうですね。あ、だからこういう風に楽しむっていうのも一つポイントなんですか？あそこのセレクトショップでは一部しか見れなかったですけど、うん。そして川原さんがおすすめする最後の場所は陶器の詰め放題トレジャーハンティングです。うわー、すごい数ですよ。ほら、これ全部詰め放題、すごくないですか？掘り出し物を見つけちゃいます。木戸アナ、取材もそっちのけ。どんどん詰めていきます。ここにはおよそ30万点の商品が並んでいて、2級品だけでなく1級品も眠っています。掘り出し物を見つけられるのが特徴です。今回の有田陶器市のポイントって何でしょうか？そうですね、コロナ禍で、3年間ぐらい出荷が思うようにできなかったですから、陶器市にこの機会に焼き物がたくさん有田の中に溜まってしまっているので、非常に商品の数が多い、掘り出し物が多い陶器市だと思います。